修徳図東京国立博物館像、観山図東京国立博物館像、ガンアキラは、南宋末から現代にかけて活躍した画家。現代を代表する、道釈人物画の名手として知られ、後の日本の絵師たちに大きな影響を与えた。筆法季節と評された。ガンアキラの伝記を初めて載せる、文献、活疑保イの辞書によると、字は、秋月。 呂寮の人、南宗松に、すでに山水、人物、鬼神を描いて、名があり、市大部は皆その画を敬愛したという。ただし、後世の、杖奉還や、画史海洋では、ガ明キラを、現代の画家で鉱山としており、現在も、画風から、現代同脈画家の代表と説明される。大徳年館に、後世上吉安市の純助宮という動館が、水害を被って補修する際、 ガンアキラが壁画を担当し、絶筆と称せられ、ごえしと呼ばれたことが知られる。ごえしの意味は不明だが、ガンアキラは画院画家だったこと、あるいは現代の宮廷で活躍したことを示しているとも考えられる。また、同じ基地案にある広志角寺の壁画も制作し、肖像画あるいは、円光図の名手としても知られていたという。日本でも、民情が、 ガマガイルテカイズの模写を試みているように、遅くとも、室町時代中期には日本にその作品がもたらされていた。ノーアミが先日した、訓大関西遊長記では、上の部に記され、特に、鬼神、猿の画家として評判が高かったことが見える。国内作品は、すべて重要文化財。ありがとうございます。